キリュウさん、お待ちしていましたよ。いよいよサンダーズ2軍との試合ですね。さあ試合か。初勝利なし。緊張してきた。2軍やぞ、でも相手。おいおい、2軍ごときに緊張してどうすんだよ。無理ずか。なかなか似合うじゃねえか。似合ってるやん。本当はこのユニフォームがプロのやつだったら最高なんだが。贅沢言うな。ま、今の俺にはこいつがお似合いかもな。経験者の実力見せてくれよ。おう、プロ中の実力見せてくれ。俺を入れて後悔はさせねえさ。あいつらをぶっ倒そうぜ。ようよう、ウォリアーズ諸君、ごきげんよう。来たな。なんだ、浜名も来たんすか。おいおい、そりゃないだろ。こっちは忙しい中、時間を作ってきてやってんだぜ。呼んでへんわ。お前らがうちの二軍に負ける姿をどうしても目に焼き付けたくてね。ほな暇やんけ。相変わらずクソみたいな性格だな。つい先日まで飲んだくれだったお前に言われたくはないね。約束通り、僕らがサンダーズ二軍に勝ったら次はあんたたち一軍とやらせてもらうっすよ。まあ余裕がちやろな。ああ、約束しよう。ただし勝てたらの話だけどね。二軍とはいえ腐ってもうちのチームのメンバーだ。お前らに負けるような奴らじゃない。勝てるもんなら勝ってみるんだな。望むところっす。じゃあ俺はベンチでゆっくりのんびり観戦と行くかな。せいぜい頑張れよ。まあ何かあったらバット投げたったり。負けられないっすね。ナグモの時みたいに。おい、あいつらに恥かかせてやろうぜ。で乱闘騒ぎしてボコボコにしたら勝ちや。心の準備ができたら僕に声をかけてください。オッケー。打順や守備位置など作戦を決めて試合に臨みましょう。わかった。よし。さて、あ、特訓とかもあんねや。へえ。まあチケットがないから無理なんやろな。よし、じゃあスタメン決めようか。よし、オッケー。スタメン、ピッチャーゴルチョフ。森塚やろうと思ったけどめちゃめちゃ能力低かったわ。で3番桐生、4番ゴリさん、5番下塚のクリーンアップでいきます。よし、陣外さん、あ、めっちゃあるな。これでいいんか。ん、スターティングメンバー決めたよ。これでいい。行くぞ、瀬戸内ウォリアーズ、よろしくお願いします。プレイボール。さあさあさあ、お、1点。お、いいね。早速来たか。ピッチャー岡村幸彦、4番ゴリさん。これ多分中村典弘。あ、ちょっと待って。スライダーとカーブな。オッケー。はい、来た。もう余裕やで。バッセンめっちゃ行ったから俺、カムロ町で。ありがとうございます。もっと本気で走れ。はい、ツーランホームラン。まあ余裕勝ちやな、人海サンダース2軍は。さて来ました、ピッチャー変わるぞ岡村。桐生3番、センターアンダー打ってるやん。よーし、スライダーとカーブね。これストレートや。はい、来た。あ、ちょっと待って。あー、あ、オッケー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 、ヒットヒットヒット。お、これスリーベースじゃん。おお、かっこいい。さて、もう一回来たね。足利さとし、ピッチャー変わってる。7番大塚淳二、こいつあかんな今日。ストレートチェンジアップね。これはチェンジアップや。はい、来た。これもヒットやろ。よーしよ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 し。お前もスリーベースか。やるね。ほんでスライディング。お、何、ランナーおったっけ。あ、ナイスナイス。あ、ランナーおったんか。ナイスナイス。はい、試合終了、17対0。最強瀬戸内ウォリアーズ。やったー、よっしゃー、せ、よーし、桐生さん、やりましたよ。新生ウォリアーズ初勝利っすよ。ああ、やったな。よっしゃ、今日はいい酒が飲めそうだぜ。盛りつか何もしてへんわ。すげえ、勝利の味なんて久々すぎて。やればできるんすね。嬉しそうやな。よかったよかった。ありがとうよ。勝てたのはあんたのおかげだ。
野球はチームで戦うスポーツだ。俺のおかげとかじゃねえ。俺たちが掴んだ勝利だ。いいね、桐生さん。はい、僕たち全員で掴んだ勝利っす。なかなか分かってんな、桐生ちゃんも。何あんな弱小中に負けてんだてめえ。すいません。おれ、罰として走り込みだ。全員連れてとっとと行ってこい。はい。強豪校かよ。なかなかやるじゃねえか、瀬戸内ウォーリアーズ。約束っす。次はあんたらサンダーズの一軍と戦わせてもらうっすよ。いいだろう。どうやら練習くらいにはなりそうだしな。ハワナ倒したいな。さっきのヘッポコどもと一緒だと思わねえ。いや、17対0やねえ。なめんじゃねえぞ。まあまあ、首洗って待っとけよ。キリュウさん、サンダーズ1軍は2軍と比べ物にならないほどの強敵っす。うちもメンバーを増やしたり特訓や試合をしたりしてチームを強化して臨みましょう。オッケー。ああ、特訓チケットね、もらったな。ああ、わかった。おい、千葉さん、キリュウさん。なんや。ん、せっかく初勝利したわけですから、ちょっとお祝いに一杯行きましょうよ。打ち上げか。早くしろよ。気分いいからよ、今日は俺が送ってやるぜ。お前出てへんねん試合。太っ腹だね。もう次は強敵なんすよ、飲んでる場合じゃねえ。まあいいんちゃう、初勝利やし。まあいいじゃねえか千葉、勝利の味を覚えるってのも大事なことだぜ。そうっすかそうっすかね、そうっすよね。今すぐ行くっす。桐生さんも行きましょう。楽しそうやな、草野球も。やりたいな、グローブ捨てたけど。よっしゃ、次は絶対勝とうぜ。楽しかったな。森進一のガッツポーズ。はあ、飲んだ飲んだ。明日からメリハリつけて練習頑張ろうぜ。練習しましょう、練習。絶対勝ちたいっすもん。よし、じゃあ俺は行くぜ。はい、キリュウさん、お疲れ様でした。よし、またな。次はサンダーズ一軍っす。あんな風にバカにされて僕絶対負けたくないっす。僕もできるだけのことはやりますから、また一緒に戦ってくださいね、キリュウさん。ああ、もちろんだ。任しとけよ。よかった。じゃあまた球場で。キリュウさん、お疲れっす。お前何々っすって言ってるけど、そういう顔ちゃうで。何々素顔ちゃうで、お前。それにしても千葉のやつ、いい顔するようになったな。うまい酒を飲めた。独り言。次も勝って、もっとうまい酒を飲もうぜ、お前ら。頑張ろう頑張ろう。桐生さん、いよいよサンダーズ一軍との勝負ですね。オッケー。ああ。おお、これはこれは、ウォーリアーズのお二人さん。浜名。来たな。俺たちと勝負する準備はできたのかな。余裕よ。もちろん、前回同様、今回も勝たせてもらうっすよ。ふん、二軍相手に勝ったからって、いい気になってもらっちゃ困るぜ。軽くひねりつぶして、実力の差ってやつを分からせてやるよ。顔中心に集まっとんな、お前。そっちこそ今までのウォーリアーズだと思ってると痛い目見るっすよ。この桐生キャプテンが来てから、うちのチームは変わったんすからね。え、桐生さん。ん？素人が一人入ったところで変わるのかね。変わる変わる。俺たちもレジェンズやゴージャスに勝つために、何やそれ、景気よく勝たせてくれる練習相手が欲しかったところ。他のチームもおるんか。浜名さん、こいつが桐生とかいうやつですか。お前は一番。うちのリリーフエースの篠崎。篠崎。ゲゲゲゲ。篠崎がゲスね。桐生さん、こいつは尾道でも有名のリリーフ投手っす。あ、そう。リードしている試合の後半から登場して、相手を完全に抑え切り、息の根を止める。やばいな、藤川球児か。こいつは尾道の死神と呼ばれているんす。あ、そう。尾道の死神、ダサい名やな。せいぜい楽しませてくださいよ、桐生さん。万が一リードされた展開で篠崎が出てきたら、
追いつける見込みは薄いっす。マジで。こいつが出てくる前に点を取ってリードした状態にしましょう。オッケーオッケー、わかった。わかった。任せてくれよ。心の準備ができたらまた僕に声をかけてください。チーム編成をして試合に臨みましょう。よし、やったろうぜ。行くぞ。瀬戸氏。ウォリアーズ。よろしくお願いします。プレイボール。お、先制点。さて、やるか。若田利道ピッチャーやな。ゴリさん。球種はスライダー進化。ほう。スライダー来た。はい、ホームラン。なめんなよ。どんなもんよ。どんなもんじゃい。はよ走れて。はい、スリーランホームラン。まあこの調子でいきましょうか。さ、お、これ千葉ちゃう？バッターピッチャー変わらずやな。で今3対2やね。1点リード。これはあー、ストレートか。ちょ待て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 、スライダーと進化やから。あ、これ進化くる。あー、くそ、タイミング。うわー、ちょ待て、2ストライクや。これは危ない、フライか。うわー、最悪。あ、落とした。おい、一軍。よっしゃ。あ、ピッチャー変わってる、篠崎。うわ、篠崎出てきてるやん。カットバス。ただ4番ゴリさんや、負けられへんで。あ、カットボールとフォーク、サウスポーか。はい、ホームラン。ゴリさんすげえわ。ありがとう、ありがとう。ゴリさんが入ってくれてよかったわ、瀬戸内ウォリアーズに。これ、カムロ町のバス戦してたら入ってくれて。はい、満塁ホームラン、11対6。よっしゃ、12対8で。見事勝利、瀬戸内ウォリアーズ。バカな。俺たちがこんな連中に負けるなんて。やったー、俺たちの勝ちっすね、キリュウさん。最高やな。チッ。ウォリアーズ相手にこんなざまじゃ、いつまで経ってもレジェンズの奴らには。レジェンズ、ブラボー。お、いいですね。なんやなんや、広島カープみたいな。なんだあんた。レジェンズか。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。知らないんすか、元プロ野球選手のチャンピオンことジャンプ重永さんすよ。いやいや、長嶋さんや。ウォリアーズが勝つなんてね、いいゲームでしたよね、ルーさん。ルーさん、そうですね。あ、これ長嶋さんと王貞治やな、多分。我々尾道レジェンズというチームで草野球をやっていまして、そこで試合相手を探していたんですが、サンダースさんではちょっと物足りなくてですね。そこでどうでしょう、オーリアーズさん、近々私たちと試合をしませんか。いいね、いいね。尾道最強と言われているレジェンズとですか。尾道最強なんや。あなた方はサンダースさんより強いようですし、ぜひお願いしたいですね。強そうやな。 どうします、キリュウさん。特に断る理由もねえだろ。背番号も3やし。むしろ俺たちみたいなチームにそんな強い相手が試合を申し込んでくれるなんて嬉しいことじゃないか。せやな。確かにそうっすね。強者にひるまず挑戦するその姿勢、いいですね。それじゃあ言うてもうてるやん。ひとまず帰るとします。お互い万全の状態で試合をしたいので、サンダース戦での疲れはしっかり取っておいてくださいね。オッケー、行きましょう、リュウさん。も、燃えてきましたね、キリュウさん。今の勢いのままレジェンズも倒しちゃいましょう。よっしゃ、行ったろうぜ。ああ、そうだな。バカかお前ら。俺らだって一度も勝ててないんだぜ、あそこには。いや、お前らに勝ったんや。いくら俺たちに勝ったとはいえ、レジェンズは元プロ集団、格が違いすぎる。こっちはゴリさんおるからな。そんなに差があるんすか。ああ、重永はもちろんだが、特にあのルーっていうバッター、あいつはやべえ。この前の試合では4打席連続ホームランとかいう化け物みたいなことを成し遂げやがった。すげえな。4打席連続。まあコールド負けにならないよ、せいぜい頑張れよ。やっぱり元とはいえどプロの選手ってのは相当な実力者みたいっすね。せやな。
だが俺たちだって着々と強くなっている。決してかなわねえ相手じゃねえはずだ、うん、絶対いけるよ。そうっすね、俺たちのチームワークを見せつけてやりましょう。ああ桐生さん、今日はいよいよ尾道最強チームレジェンズとの試合の日ですね。そやな。皆さん、あ、チャンプ、チャンプ尾道最強のさ。いやー、いい天気ですね。絶好の野球日和ですね。おう、そうですね、今日はよろしくお願いしますっす。尾道最強の座をかけて正々堂々勝負しましょうこちらこそよろしくお願いしますよ、ウォーリアーズさん。強いからこその礼儀正しさやな。ルーさん、今日の調子はどうです？いいの打てそうですか？おう、おい、シゲさん、今日も一発大きいの打てそうです。シゲさん、おお、これは頼もしいこうグッときてバーンって感じでお願いしますねまんまやけ。キリュウさん、チャンプやロさんがいるレジェンズ相手に完封は期待できないと思います。なので僕たちも負けないくらい大きいのを打ちまくってランダ戦に持っていき競り勝ちましょう。オーケー、任せてくれよ。そうだな、準備ができたら僕に話しかけてください。スタメンを決めて試合に臨みましょう。よっしゃ、 VS レジェンズな。行くぞ。よし、やるか。瀬戸牛ウォーリアーズ。よし、早速や。オッケー、バッターゴリさん、ピッチャー江口江川か。カットバス。よし、うわ、めっちゃ球種あるやん。カットボールやろ。はい、来た。これホームラン。舐めてもらったコマンで。うちのゴリさんをどんなもんじゃい。よーし、おっ、バッターゲンさんちゃう、これ。ピッチャー変わらずやね。打つぞ。よっしゃ、打つで。頼むでゲンさん、操作すんの俺やけど。これはカーブちゃう。あー、ちょっと早かったな。打ち上げたか。エラーしろ、エラーしろ。あ、くっそ、なかなかやるやん江口。よーし、ピッチャー変わってる、菅山。さあ、3打席2ホーマーのゴリさん。うわ、めちゃめちゃ球種多い。これはあー、ワンシーム何や、ワンシーム。はい、あー、ちょっと遅かったな。これもアウトか。うわ、ちょっと強いな、さすがに尾道レジェンズ。よっしゃ、勝った。3対2。どんなもんよ。勝ちましたよ、キリュウさん。嬉しそうやな、千葉。ああ、やったな、千葉。キリュウさん。おう。いやー、あなたたち強いですね。乾杯です。あんたらも強かったぜ。めちゃめちゃ強かった。いえいえ、慰めは不要ですよ。確かに今日、我々は負けはしましたが、我がレジェンズ軍は影響に不滅です。巨人軍や。尾道最強と言われているレジェンズに勝てるなんて。やったやったったやったったってなんやで。最強がレジェンズ、聞き捨てならないですね。お違うチームか。最強がレジェンズだったのは過去の話あ、そうだ。今は金見沢ゴージャスの時代です。名前ダッサ。誰だあんたは。あ、これは失礼。私、金見沢コンツェルンの会長の息子で、コンツェルン若社長の金見沢翼というものです。与沢翼やけ。金見沢コンツェルンって言うとこの辺では名の通った大企業じゃないすか。あ、そうなんや。さすがにバカそうなあなたみたいな庶民でもご存知でしたかその通り、うちは年商600億を叩き出す超一流エリート企業なのです。あ、そう、まだ仕事しとけ、野球戦闘。それでそこの若社長さんが俺たちに何の用だ。何の用だと失礼ですね。それが尾道最強球団のキャプテンに言うセリフですか。生きてんな。最強球団だって、最強はレジェンズのはずじゃ。この前まではね。ねえ、シゲさん。どうだ、シゲさん。そうですね。そこは、どうでしょうやろ。野球が大好きでしてね。先日、草野球チームを作ったんです。その名も、金見沢ゴージャス。金に物言わせてくるチームやな。ゴージャス。え、
私はとにかく何でも一番にならないと気が済まない性分でね。それでダサさも一番なんか、そのユニフォーム。ナンバーワンのチームが作りたかったんです。そこで武器である資金力を使い、現役バリバリの選手を世界中からかき集めました。あ、そう、誰や。ヘイ、カモン、エブリワン。エブリワン、うわ、外国人選手ばっか集めてんねんな。強そうやな。なんだこいつらは。全世界のプロフェッショナルリーグから私がスカウトした選手たちです。我々金見沢ゴージャスのメインメンバーたちですよ。なるほど、こいつらが最強のボスか。すごい、ロドリゲスにバワーズに一流選手ばかりっすよ。あ、メジャーリーガーか。そうなのか。そのおかげでいとも簡単に強力なチームを作ることができましたよ。あ、そう。そして試しに尾道最強と言われるレジェンズさんと試合をさせていただいたのですが、勝ったわけ。結果は我々の圧勝。すげえな。レジェンズさんでは相手にもなりませんでした。そんなあのレジェンズが。それは強そうやな。元プロの職人集団とか聞いてましたが、金の前では所詮はただの雑魚、老いぼれですね。ほんと、あっさり一番になってしまって拍子抜けしてしまいましたよ。まあ待っとけ待っとけ。悲しいですね。悲しいですね。はっきり言って面白くないんですよね。うちを任すくらいのチームがいないと。ですからウォリアーズさん、あなたたちにそのような存在になっていただきたい。大丈夫大丈夫、任しとけ。てめえに言われなくてもそのつもりだ。よろしい。では次回は我々と尾道最強を決める試合をしましょう。ああ、望むところっすよ。選手強化しなあかんな。そうだ、一ついいことを思いつきましたよ。なや、いいこと。実は私、このグラウンドの買収計画を検討しておりましてね。あ、そう。グラウンドの買収。ええ、このグラウンドを買収し我々の専用練習場にしようという計画です。そんなことしたらみんなが野球できなくなるじゃないですか。何がおもろうてやってんのやろな、ですがあなたたちがこれ以上野球をやったところで我々には一生勝てないでしょ。そんな人たちに引き続き野球をやらせたところで何のメリットがあるというんです。それならば前途有望な我々の専用練習場として使い、四国、九州、全国区のチームに発展させていく。プロ野球作れや。そちらの方が有意義な使い方だと思いませんか。お前の言い分は分かった。で、結局何が言いたい。何が言いたい。あなたたちがもし我々に勝てたらこの計画をやめてあげましょう。その代わり勝てなかった時は計画を進行させていただきます。勝手にしろよな。そうです。これで勝負がより一層盛り上がると思いませんか。まあまあええけど。嫌な性格してるぜ。声もキモいしな。そうだ、ハンデをあげましょうか。我々は何回でもあなたたちの挑戦を受けて立ちます。あなたたちが勝てた時点で計画をやめて差し上げましょう。オーケーオーケー。どうです、これなら勝てる可能性は少しは上がるかもしれませんよ。まあゼロがいくつ足されてもゼロだから結局止められない気はしますがね。まあまあ今のうち吠えとけよ。上等だ、お前らの計画止めてやるよ。まあバット投げたったら終わりやからな、こんなやつ。まあせいぜい楽しませてくださいよ。それでは皆様ごきげんよう。今時使わんてごきげんよう。なんかでお前背番号11かよ。とんでもない相手と戦うことになっちゃいましたね。キリュウさん、私からもぜひお願いしたいですね。任して、しげさん。このグラウンドが使えないのは困りますからね。任して任して。我々老いぼれはいいんです。でも未来のプロを目指している子供たちも野球をできなくなる。それだけは絶対に避けなきゃなりません。ええ人やな、しげさん。話は聞いたぜ。アマナ、アマナ、俺からも頼むぜ。短期間でおられに勝ったあんたらならできるはずだ。頼む、あいつらを止めてくれ。なんかお前ええやつや。分かった。そうだ、なんなら俺たちもあんたのチームに入ってもいいぜ。あ、マジで。そっちの方が戦力増すだろ。おお、確かにこの3チーム合同のチームなら勝てるかもですよ。いやでもウォリアーズで勝ちたいよな。どうします。気持ちはありがたい。
だが悪いがそれは断る。俺らは全員で野球やってるからな。どうしてです？気づいたんだ。強い連中をかき集めてチームを作るってのは奴らの発想と大して変わらない。うんうん。俺はここまで一緒に戦ってきた今のチームメイトを信頼している。そうやそうや。だから最後までこいつらと一緒に戦いたい。そしてこいつらとなら勝てると思ってるんだ。強い武器使って勝ったところで思んないからな。うんうん、いいですね。いやそれがいいですよ。うん。かっこよすぎるぜ、キリュウさんはよ。お前がダサすぎんね。だが、奴らを倒すには、俺たちはまだまだ経験や練習が必要だ。せやな。ちょっと特訓して挑むわ。お前らには、俺たちの対戦相手になってほしい。そして俺たちが強くなる手助けをしてくれ。わかった。任せとけよ、キリュウさん。いいですね。よし。みんなで協力して絶対にあいつらを倒しましょう。思い出の詰まったこのグラウンドと尾道の野球の未来を僕たちが守るんす。よっしゃ、よっしゃ。はい、おう。打倒ゴージャスやな。金見沢はゴージャス。絶対に負けられねえな。絆。いよいよ金見沢ゴージャスとの最終決戦ですね。おう、やろうぜ。ああ、そうだな。皆さん、お揃いのようで。出たな、与沢翼。金見沢。約束通り僕らが勝ったら、グラウンド買収の計画は止めてもらうっすよ。おう、ドバイ行っとけ、お前。もちろん、勝てたらの話ですけど、大金をつぎ込んだうちのチームが素人の寄せ集め集団に負けるとは思えませんけど。野球ってのはやってみねえとわからねえぜ。そうやぞ。そうっす。うちは寄せ集めかもしれないけど、金で集めたチームにはない絆があるんす。野球はチームでやるものっす。だからあんたらには負けないっす。絆ね、くだらない。その絆とやらを含めて金の力でぶっ潰してやりましょう。ロゴもダサいな。試合開始が楽しみですね。坊主にしろ。さん、絶対に勝ちましょうね。背番号11のくせに生きんなよ。準備ができたら声をかけてください。最終決戦、悔いのない戦いにしましょう。オッケー、行くぞ。よし、瀬戸内ウォーリアーズ、よろしくお願いします。プレイボール、俺に任せろ。よっしゃ、ピッチャーパワーズ。さあ、3番桐生一馬、打率は4割超えてますよ。さあ、どんな球種。お、なかなか普通やな。おい、センター返し。あー、ゴロか。あ、オッケーオッケー、内野安打内野安打。いいねいいね。おい、右に抜けろ桐生。赤。よし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 、ピッチャー変わらずやね。2対1でリードしてます。1点で、ここでまた3番桐生一馬、絶対ホームラン打ちたい。ワンシームが右に曲がってくるから、カーブ。よっしゃ、来た。これはナイス選球眼ちゃう。はいはいはい、これツーランか。おい、大したことないな、金見沢ゴージャス。オッケー、スリーランや。5対1絶対かと。よーし、まだバッター回ってきました。お、ピッチャー変わってるやん。かっ飛ばす。ただ4番ゴリさんなんよね。うわー、すごい球種やな。進化くるんちゃう。あ、ストレートか。まあ、1球150キロ。1球見逃して、もう1回。うわ、もう1回来るか。ちょ待てよ、怖いな。来た。よっしゃ、ホームラン。あかんな、金見沢ゴージャス。どんなもんよ。金こんだけ払っても勝てへんて、終わりやで。よーし、8対1。これは勝ったやろ、さすがに。よーし、12対1。クソ強っ。いや、
やったな、千葉。やったー、うひょーって言うよ。勝ちましたよ、俺たちが尾道最強です。ああ、みんなよくやったな。よっしゃー、お前は試合出てへんて。やったー、よっしゃー。そんなバカな、こっちは大金をつぎ込んで選手を集めたんだぞ。草野球でな、世界レベルの選手を集めたのに負けるなんて、なぜだ。絆や。わけがわからない。野球はチームでやるスポーツっす。チームがまとまってないとやっぱり勝てないんすよ。そうやぞ。うちのチームも桐生さんが来る前はチームワークなんかない弱小チームでした。でも桐生さんが来てメンバーが増えていって、チームがどんどん一つにまとまっていったんす。千葉ちゃん、確かにうちは寄せ集めかもしれないっすけど、メンバーの絆だけは負けないと思うんす。このチームに入ってよかった。このメンバーと野球がやれて嬉しい。僕らは心からそう思えるんす。そう思えるとなんだか力が湧いてくるんす。スーバタうっさいな。勝因は結局それなんじゃないかな。僕はそう思うっす。絆か。いやね、そのポーズ。そんなものの違いで勝ち負けが決まってしまうなんて。だがそんなもので勝ち負けが決まるから野球は面白いんじゃねえのか。そうやぞ。お前も自分でチームを作るくらいだ。好きなんだろ野球が。なら分かってるはずだぜ。これは一本取られたな。今回は私の負けだ。約束通りグラウンドの買収計画はやめよう。おう、やったー。よっしゃ、やりましたね。これでみんなが野球できんな。ただし我々は尾道最強のチームになることを諦めたわけじゃない。おう、さらに強くなって必ずやあなたたちのチームを倒してみせます。ほんでグラウンド切ったないの。いつでも歓迎するぜ。掃除してくれよ金見沢。よし、皆さん帰りますよ。小腹が空きましたね。高級ディナーにでも行って我々も絆とやらを深めるとしましょう。うわー、グレイト金見沢、アイラブユー。急に声出すなよ。絆、変な奴らだな。なんでほんで日本語わかんねえ、お前ら。桐生さん、改めましてありがとうございました。おう。桐生さんがいなかったらうちは解散か消滅していたんじゃないかと思います。そうやな。桐生さんがうちのチームに入ってくれて本当に良かったです。いや、俺も楽しませてもらったし、いい経験をさせてもらったぜ。ありがとうな、千葉。みんなと焼きられておもろかったよ。よーし、じゃあ尾道最強チームになった記念にみんなで桐生さんを胴上げしましょう。お、いいな。胴上げ。そうっすよ、僕ら尾道最強なんすよ。優勝したみたいなもんなんすよ。まあ実質世界一やもんな。優勝といえば胴上げでしょ。そうでもないと思うか。桐生さんを胴上げすんのか。俺たちも混ぜてくれよ。お前らも来るんかい。桐生さんを胴上げ、いいですね。ねえ、龍さん。ええ、しげさん。じゃあみんなでやりましょう。おい、ちょっと待って。行きますよ。せーの。いやいや。おい。ビールかけもしようぜ。いや、落としたやろ、今。キリュウさんが落ちちゃった。大丈夫っすか。お前らな。なんで無事やねん。背中から落ちたら呼吸できひんぞ。オッケー、クリア、絆。これで草野球編も終わったな。残すはスナック編やね。さあ、スナック楽しんでこようか。さて、スナックのみんなとも心の友になりましたよ。
あとはママだけやねんな。多分ママのサブストーリーもあるはずやから、それだけやってちょっとスナック編は終わりにしたいね。お、キングオブスナック、これであの真ん中席座れんな、楽しみや。こちらお配りしてます。お、なんや。あ、どうぞ。めっちゃ終える。ん、なんだこれは。はがきか。レターセットの試供品です。レターセット、素材にこだわった紙ですので、真心までしっかり伝えられるはずですよ。なんでそんな配ってんねん。お世話になった方に感謝の手紙を、なんていかがでしょう。感謝の手紙か。ほう、まあまあいつもありがとう。あー、これか、サブストーリー。もしも気に入っていただけたら、次は文具店などでお買い求めください。ああ、なるほど、そういうことか。こちらお配りしております。ええやん、ええやん、ママに手紙書くってことやんな。ん、誰もいないな。あ、誰もおらんの。ママは買い出しにでも行ったのか。不用心やな。不用心な店だ。一緒のこと言うた。どうするよ。しかし、ここの連中とは知り合って長くはないが、なんだかいろいろあった気がするぜ。まあもうスナックのキングだったからな。スナックで知らねえ奴らと酒飲んで、笑って悩みを聞いて、うん、考えてみたら、今までにあまりない経験だったな。確かにな、キリュウちゃんらしくないよな。新しい出会いの場をくれたこの店には感謝をしねえといけないな。感謝か。レターセットや。そういえばさっきレターセットをもらったな。真心が伝わりやすいとかなんとか。まあ危機的な状況でもスナック飲みに来てたもんな。手紙は得意じゃねえが、せっかくもらったしな、ママに感謝の手紙を書いてみるか。これママ惚れんちゃうか、キリュウちゃんに。美人ハンターやからな、キリュウちゃん。背景アンジェラキ。いきなりの手紙で驚かせてしまったか。言葉だけじゃうまく伝わらねえこともあるかと思って、今回はあえてペンを取ってみた。なかなか渋い文学な。俺はこの店に来て随分と楽しい時間を過ごさせてもらっている。外から来た俺を受け入れて、酒や歌で癒してくれる大切な場所だ。大切な場所か、ついフラッと寄っては長いしちまう。この店がそういう場所なのはきっとあんたがいたからこそなんだろう。いや、これママ最強に嬉しいやろな。初めてあんたに酒をついでもらった時のことは今でもよく覚えている。何かあるとこの店であんたと一緒に酒を飲みたいって思うんだ。好きやん。いつもそばにいてくれる存在の大きさってやつを改めて知ったぜ。なんやったらスナック清美より来てもんな。ありがとうな。これからもこのまま変わらないでいてくれよ。もしよければ今までの礼に食事でもおごらせてくれ。おっと、デートじゃん。フェリー乗り場で待ってる。食事言うてもラッペンってやろ、どうせあのイカツ坊主をおるとこ。ケーグ、ケーグ、よし、かけたな。さて問題はこの手紙をどうやって渡すかだが。ほう、直接渡したんじゃ味気ないよな。いいんちゃう、別にどっか置いとく。店のどこかに手紙を隠してママに見つけてもらう方がいいな。これゲンさんとか見つけたりせえへんよな。きっと帰ってきたら掃除でもするだろうから、すぐに見つけるだろう。どこ置くん。さて隠し場所を探すとするか。隠し場所、レジとかちゃうなあ。レジの調べる、何な調べるって。まだ手紙を置いていない。ああ、そういうこと。あ、ここはみんなでよく使うテーブルか。ここならすぐに気づいてもらえそうだ。いや、でもママはあんま出てこへんやろ。ここに手紙を置いておこうか。いや、ちょっと他探したい。もう少し探してみよう。いや、絶対テーブルとかの方がいい。
な、ここ。野球のポスターか。結構派手で目がいくし、うん、裏にそっと忍ばせるってのもありかもな。絶対気づかん。ここに手紙を忍ばせようか。やめとけやめとけ。いつから貼ってんねんこれ。広島対東京。もう探してみよう。いや絶対、あ、そうそうそう、こっち側やな。カウンターに置けば誰だって気づくだろうな。うん、誰だって気づくよ。ここに手紙を置いておこうか。もうここでいいんちゃう。よし、ここにしよう。さて、手紙にフェリー乗り場へ来るように書いておいたが、はいはい、まだ時間があるな。あ、うろちょろしろと。少しぶらついて時間を潰すか。オッケー、じゃあ時間来たらフェリー乗り場行こうか。ちゃんと来るかな、ママ。さすがに来るか。あれ、尾道おるやん。え、誰、二代目誰なん。え、撮影できんねんけど。何なん撮影とか。わ、尾道ポーズやってる、ダッサ。いいね、はい、チーズ。なんで誰が入ってんねん、喋られへんのか。ダサー。それだけなんや。そういえばそろそろママとの待ち合わせの時間だな。おう、フェリー乗り場へ行ってみるか。めっちゃおるけどフェリー乗り場に。ここやな、逆走。さあ、ママ来てくれるかな。すまねえ、待たしちまったか。お、いや、僕も今来たところさ。おいおいおい、なんで畠山さん。なに。畠山さん、どうして。どうしてって桐生さんが呼んだんじゃないか。なんでやねん。スナック行ったらカウンターにある桐生さんの手紙が真っ先に目に入ってさ。なんでお前が読むねん。しまった、カウンターは分かりやすすぎて。ママ以外の人も手に取る可能性は高かった。じゃあママ来えへんってこと。ありがとうね、桐生さん。桐生さんの気持ちが伝わる。え、いや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 、おじさんなんか嫌やって。そうか。まあ、畠山さんにも世話になったし。最悪やねんけど。ちょっとした感謝というか、なんというか。桐生さんと最初にスナックに入ったの思い出すね。もしかしたら、あれも運命的なもんだったのかな。まあまあ、確かにな。何目閉じてんねん。かもしれねえな。何かこのまま行くと、まずい気がする。まずすぎるな。じゃあまあ、そういうわけだから。感謝してるぜ。またスナックでな。焦ってるキリュウちゃん、珍しいな。走り去った。 あれ、キリュウさん、まったく世話しない人だな。おいおいおい、え、ママパターンみたいねんけど。もう一度ママへの手紙忍ばせろ。オッケー、わかった、行くか。もう一度手紙を書くか。うん、今度こそよく考えて置く場所を選ばねえとな。せやな、カウンターはあかんかったから、レジのところがいいと思うねんけどな。あ、ここか。これなんや。電気ポットか。電気ポット、客でこれを使ってる人は見たことがない。ああ、なるほどね。ここに手紙を置いておこうか。うん、絶対ここやな。ここに置こう。よし、ここにしよう。よしよしよし、これでママ来るやろな。よし、今度こそママ来るやろ。またしちまったか。ママの服や。大丈夫、私も今来たところよ。ママ美人やな。そうか、すまなかったな、わざわざ呼び出しちまって。もうびっくりしたわよ、ポットでお茶入れようとしたら手紙があるんだもん。外で会うママええな。あそこならきっとママしか使わねえし、手紙を置くにはちょうどいいと思ってな。だったらポストに入れてくれればよかったのに。ちゃんといつも確認してるんだから。ああ、ポストか。その考えはなかったぜ。ほんで飯どこ食いに行くね。まったく、どこか抜けてるんだから桐生さんは。でもちょっと嬉しかったな。お店始めて感謝の手紙なんて初めてもらったから。あ、そうなの。そうなのか。そうなのよ、
他のお客さんももっと桐生さんみたいに気持ちを伝えてくれてもいいのにね。まあママはガードがめちゃくちゃ固いって畠山さんが言ってたしな。せやな。別にそんなつもりはないんだけどな。でもやっぱりどこか比べちゃってるのかしら。告白すんのか。なんだ昔の男か。やだ、そんなんじゃないったら。お父さんとね。お父さん。ママの父親と。ええ、父は漁師だったの。あ、そうなんや。誰とでも仲良くなれて、たくましくて優しくて最高のお父さんだったな。だった。だった。漁に出てる時に行方不明になっちゃって。え、それっきりなのよ。ずいぶん前の話だけどね。もしかしてブラティシャークにやられたんじゃん。お父さんスナックが好きだったから、港町でお酒出してたらフラッと戻ってこないかなーなんて思ったりして、そんなんで店出したんや。実はそれで始めたお店なのよね。うわ、マジかよ。そうだったのか。父は帰ってこないけど、代わりにたくさんの人たちと飲んで笑って今は楽しいの。桐生さんたちのおかげね。そんなこと言われたらな。そうか。こっちこそいつもうまい酒飲ませてもらって。ほんま綺麗なボブヘアやな。店続けていりゃいつか親父さんも帰ってくるかもしれん。閉店とかしないでくれよ。そうね。じゃあ売り上げも伸ばしていかないと。これからもじゃんじゃん注文してよ、キリュウさん。こういうの言える関係がいいよな。ちゃっかりしてんな。船が戻ってきたみたいね。お父さん来るんちゃう。私この汽笛の音好きなんだ。帰ってきたなって感じがしてさ。まあそんな都合よくはいかんか。ねえ、キリュウさん、男は船、女は港って言葉聞いたことある？聞いたことない。ん？なんだそりゃ。男は波の向こうへ働きに出て、女は男が安心して帰れる場所を守ってあげる。うん、そういう意味らしいわ。そのまんまやんけ。ほう、なるほどな。安心して帰れる港があるから男は頑張れるってわけか。まあ諸説あるらしいけどね。私はそう思ってるの。なんか信頼し合ってるみたいで素敵じゃない。まあそうやな。そうだな。帰る場所があるってのは本当に心強い。そんな港がある男は幸せもんだと思うぜ。港のようなスナックにしたいんちゃう、もしかして。ママ、港がある男は幸せか。そういえばまだ桐生さんに言ってなかったわよね、私の名前。あ、名前ほんまや、知らんわ。ああ、ずっとママって呼んでたが、そういえば聞いたことなかったな。港なんじゃん。私ね、うわ、港って名前なの。マジかよ、適当に言ったんだ。そうなのか、港ママだったんだな。よくあったいい名前だ。うわ、本当？ありがとう。いつか私も素敵な船に出会えるかしら。素敵な船言うてますやん。あんたならきっと出会えるさ。もう出会ってるかもよ。とびっきりの船でも行けそうだ、港ママ。そうかな。実はもう出会ってるかも、ね。おいおいおい、一緒のこと言うなよ。ん？何か言ったか。ああ、汽笛の音で聞こえへん。うん、なんでもない。そろそろお店戻りましょうか。開けっぱなしだった。ああ、みんなもう酒盛りしてるかもしれねえな。そうね。じゃあ行きましょう。いや、この物語。そういえば年もまだ聞いてなかったな。聞くな聞くな。それは内緒。内緒なんや。何歳なんやろう。あ、来た来た。お、遅いよ二人とも。まだ続くんや。まったく、待ちくたびれたぜ。というか、私がいないのにお店でくつろいでるってどういうことよ。ほんまそれだ。まあまあ、細けえことは気にすんなって。せっかくみんな集まったんだ。それでさ、ちょっとみんなと話してたんだけど。なんや。ん？あ、キリュウさん、そこに座ってもいいんじゃないかなって。キングだったもんな。
キリュウさんには世話にもなったし、最近店に来たとは思えないくらい馴染んでるし。俺も賛成だ。金子さんも。キリュウさんなら文句はねえよ。仲良くなれたからな、あの後。金子さん。みんな。そうね。じゃあ今日はソファーでキリュウさんを囲んでみんなで飲みましょうか。いいね。お、すっげえキリュウさん。ついにあのママに認められたよ。早く来なよ、キリュウさん。はよ、カムロ町行かなあかんのにな。キリュウさんも始まった始まった。すっかりこの店に馴染んだよな。ああ、そうやな。最初からいたみたいにしっくりきてるよね。だいぶみんなとも仲良くなったしな。最初そっけなくしてたくせに。いや、ほんまそれだ。そんなことねえよ。なあ、キリュウさん。どうだったかな。特にお前や。人には優しくしておくくらいがちょうどいいのよ。確かにな。そうっすよ。後から後悔したって遅いんすから。そうやぞ。お前に言われるとなんか腹立つな。とはいえ、人見知りってのはもう性格みたいなもんだからな。大人になってなかなか直せへんな。から性格変えるのは難しいって言いますよね。同じこと言うなって。そうなのか。そうなのか。二十歳がターニングポイントなのか。でもまあ、俺も新顔を受け入れられるくらいにはならねえとな。ほう。あら、首相な心がけじゃないの、金子さん。槍でも降ってくるんじゃないですか。なるほどな。あ、ちゃうわ。その代わりお前には冷たくするわ。ちょ、なんでですか。でもまあ、いろんな性格の人がいた方が楽しいんじゃない。まあ、それもそうやな。十人十色、十中八九で十二市長。十人十色ってやつだな。良くも悪くも個性的なやつが多い方が面白いよな。そうやな。そうかもね。みんな一緒とか思わないしな。確かに二十歳過ぎたら夢とか考えなくなりましたね。そうなのか。ああ、その通りだ。あ、ちゃうか、そうなのかか。そりゃ現実が見えてきたからじゃないの。俺はまだ歌って踊れる大工になる野望を忘れちゃいねえぜ。お前は諦めろ。いつか年末の歌番組にだって出るんだ。ほう。そういえば源さん、大工だったわね。その野望は初めて聞いたけど。野望にも性格が現れますな。ゲンさんのは無謀にも聞こえる。ママは野望とか持ってないの。ああ、どうなんだ。野望ね。いずれはスナック2号店とか3号店出して尾道を席巻しちゃうとか。東京のカムロ町とかいう繁華街にバーンと進出したりとか。あり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 。東京か、考えたこともなかったわ。絶対流行るで。そうなのか。そうなのか。ママが出世して超有名人とかになったらちょっとやだな。わかる。ニューセレナ受け継ごうぜ。俺もちょっと嫌だ。どうして。あれっすよ、目をつけてたバンドが売れるとなんか寂しい的なやつ。なるほどな、わかるぜ。私はバンドと同じなの。あ、みんなでファンファーレを鳴らしたいな。あ、ファンというこれやな。みんながファンだっていう点では近いかもな。あら、嬉しいこと言ってくれるじゃない。言いましたな。そこを含めて俺が言おうと思ったのに。嘘つけ。やっぱママが全国区になったらダメだよ。東京進出もなしなし。ありがとうございます。俺たちからママが離れてくってなるからな。そうだな。そうだな。何勝手に言ってんだか。私は港町で細々とやってるのが性に合ってるから大丈夫よ。でも私が離れたら他のお店に乗り換えちゃうんじゃないの。確かに。そんなことねえよ。そんなことねえよ。俺たちはママの店一筋に決まってんだろ。本当に。じゃあここで営業していこう。その代わりみんなちゃんとうちに寄ってよね。ああ当たり前やん。分かってるって。任せてよ。それにここはなんか落ち着くんだよな。帰ってきたって感じで。港なんじゃん、それ分かるぜ。分かるぜ。帰ってきたって。畠山さん家庭持ちだろ。僕は2つのホームを持ってるの。いいのか。ちょう、それ娘さんの前で同じこと言えます。それはだがホームってのはいい線いってるかもな。このメンバーでお酒飲んでるとなんか安心するんすよね。そうだな。いつものメンバーって案外大事なのかもしれねえな。いつめんな。今までそんなこと考えたこともなかったけどね。新しい風が吹いたからかもしれないわね。新しい風？新しい風。それはキリュウさんだよ。キリュウのことか。なるほどな。何？確かにキリュウさんには波も聞いてもらったしな。
懐の深い男だよ、あんたは。まあそれはそうやな。桐生さんはみんなのいい刺激になったみたいね。今後とも頼むぜ、ルーキー。ルーキーどころの貫禄じゃないっすけどね。ほんまにな。おう、これからもうまい酒飲もうな。あ、ちょい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 。おいおいおい、ちょっとちょっと桐生さん、そこちゃんと決めてくれなきゃ。最悪や。すまんな。まあこれもこれでいいか。うまいこと言えたらよかったんだが。おい、時間設定なかったやろ。ちょっとさっきのとこまで戻すか、みんな。よし、今度こそ。これからもうまい酒飲もうな。おう、じゃあ乾杯といきましょうか。お、なんやなんやこれ。こんな演出なかったぞ今まで。おー、みんなみんな乾杯。乾杯乾杯。さあみんなもお酒飲んで、二十歳未満はオレンジジュースで。いいね、やっぱりスナックが落ち着く件。スナックか、客たちと酒を酌み交わしながら互いの人生を語らう店。いや、早すぎて。赤の他人も店に入れば家族になれる不思議な場所だ。これからもまた顔を出して楽しませてもらうぜ。いや、ゲンさんが一番好きかな、俺は。少し酔っちまったみたいだな。あんだけ酒強いのに。あら、そう。楽しいと酒が進みますからね。じゃあみんな、また来るぜ。キリュウさん、また来てね。来るよ、港ママ。待ってるよ。うわ、おう。最高の場所やな。いや、絶対また来よな。まあまあ、いつもありがとう、クリア。よっしゃ、スナック編も終わりや。さあ、じゃあ、長らくお待たせしましたが、水軍アパート行って、鴨の城を向かいますか。